出てこみなさい。とか言うと、こととか支え合う姿を模してできています。すなわち人の本質とは共生、共に支え合って生きていくことになるのです。何時、道に泣いている幼児がいたら手を差し伸べなさい。何時、悲しみに滑りを見えたのがいたら解決費を差し伸べなさい。何時、やからに追い回される女性がいたならば、ずっとその手を引きやからを女性に挟んで、ずっと逃げてほしい。久しぶりに舞い降りた低ランク戦場、もはや我を止められる者はいない。さあ行くぞ、初心者狩りの時間だ。ここまですがすがしく別な作業をするやつが今までいただろうか。しゃあないだろ、この車両で戦えってタスクがあるんだから。なんでまたこんな低ランクの車両指定のタスクだ。手よく見なこいつ中だおか、何もいた。おっと、そういえば紹介が無駄だったな。トッティ、サッカー大国イタリアにおいて最も偉大なサッカー選手の一人とされる伝説のプレイヤー。2006年イタリアのワールドカップ優勝にも大きな貢献を果たした選手としても知られる。ちなみに今回使っていく戦車とは名前が少し似てる以外一切関係がない。トルジ系戦車、ニエー、バトルパスシーズン4の報酬車両として、イタリアランク1に実装された車両です。ゲーム内では初となるハンガリーの戦車です。とはいえすでに実装されているスウェーデンの STRVM38 とは兄弟関係にあるので、その姿に見慣れた人は多いのではないでしょうか。さて、トルジ系戦車のベースとなった車両はスウェーデンがランツベルク社が開発した L60 という戦車でした。この L60 をハンガリー国内でライセンス生産した車両がトルジ系戦車になります。見た目的にはすでに完成しているんですが、今回使っていくニエーと初期型では色々違いがあります。まず初期型のトルジ1では機構が 20mm 対戦車銃で、エンジンはドイツ製のものを採用していました。その後少しするとエンジンを国内でライセンス生産できるようになり、この国産エンジンを採用した方がトルビニになります。さらに 20mm 対戦車ライフルでは武装として威力不足が指摘され、 40mm 砲兵乾燥したものが今回使っていくトルビニ A になります。本当はこの後に装甲強化型のトルビ3というのがあるんですが、後継戦車が間もなく完成という時期だったこともあって12両作られただけで消えた車両なので割愛。次は性能を見ていきましょう。砲塔正面は 33mm、車体はおよそ 20mm から 30mm 程度。当たり方や角度次第では車体でブローニングを防ぐことができなくもない装甲ですね。車体側面は砲塔、車体とも 23mm しかなく、ブローニングでも容赦なく抜かれます。まあ装甲はこのランクの車両としては普通といったところですね。続いて攻撃力。主力となる 36MAPCBC は貫通 60mm とこれまたこのランクとしては平均的な数値。策略入りなので抜けてからの加害力は比較的高めといったところですね。最後に機動性。重量 9.4 トンの車体に対してエンジンは155馬力、出力重量比が 16.5 なので機動性は悪くないといったところですね。まとめるとザ・ランク1戦車といった性能の戦車であり、何位か一芸に秀でてるとかってわけではないですが、同様に他と比べて特別劣った箇所があるわけでもないので非常に扱いやすい性能にまとまってます。腕が試される車両というわけですな。それでは早速実戦で試してみるとしましょう。で、きっと初心者狩りとか意気込んでたわけだが、実際のところこれは何試合目になるんだ。実は十数試合目になりましてね。なんというかこう、思ってた以上にスコアが全く伸びなくてね。バトルパス報酬の車両で30キロするっていうタスクをやってるんだけど、これがびっくりするくらい進まないわけだ。お、なんだドラえもん下手くそになったか。うむ、否定しきれないかもしれない。おっと、お客さんだ。あれ、俺もたまたまどこに行った。今確かに乗ったはずだが。ふっ、所詮俺たちも一人の男に過ぎないのさ。弾を手放すナイザーやろうと思ってできるもんじゃねえ。そういう話をしているわけではなくてだな。しかも弾かれてるし、久しぶりにこの辺の飛行使うと扱いにくいことこの上ない。今度はちょっと後ろすぎたか。反撃来るぞ、下がれ。ひどく。そ、綺麗に操縦手だけ、動けねえ。ただでやられてたまるか。これも浅い、飛行の感覚がまだつかめない。案内道も不動より貴様じゃい。でも、これそこの岩に当たるのかよ。思ってる以上に判定でかいなその岩。今度はしっかり刺さった。コースと旋回装置。今度こそ決める。狙って狙って。下打ち、行くないと思います。間に合わなかったか。てか乗員が無理になって想定ができようぜ。まあとりあえず修理だな。乗員のことは後で考えよう。修理完了。さて、そこから覗いてみよう。多分敵が A に向かってきてると思うんだよな。お、なんかいる。あれは。ってちょっと待て、もう A に入ってるやん。先にそっちだ。狙って狙って。そこだ。命中、しかし装填手だけかよ。今度こそ。この、もう少し車体正面側を狙って。そこだ。かあ、ちょろちょろ動き寄ってからに、今度こそ仕留める。ちょうだ、3号機叩けるか。すげえ時間かかった。さすが低ランク砲。この距離での打ち合いも結構しんどいな。さあ休んでいる暇はないぞ。次のお客さんだ。10時方向。あれは4号戦車かな。それならこっち側から違ったのでいけっと。砲塔展開完了、いけます。あれか、
なんか思ってた以上に距離が遠いというか4号っぽくない見た目だな。そこだ。命中。ではラスチュワートじゃねえか。あれ、4号どこに行った？まあいいや。とりあえずあいつを仕留めよう。つい、浅いな。エンジンにかからずか。それじゃあ次はここだー。ち、逃がしたか。今度こそ4号くん。見えなかっただけで下見る。し、死んでる。いやいや、ペッサログは出ていない。多分まだ行ってると、空見たことか。ボートを回せー。でも、なんだてめえ。そうだ、弾いた。死んだらせらー。バカなー。いや、まだチャンスはある。ぶっ飛べー。あ、か、返し、返しー。あ、うん。まさかあんなのにやられるなんて。すまねえ。あまりに唐突に出てこられたからびっくりして。ああいう場面でも落ち着いて対処できるようになるのが目標やな。何も車体正面に向かって2発も撃たなくてもね。黙って車体側面に撃てばチェックメイトだったのに。まあ過ぎたことを悔いても仕方あるまい。さっさと前線に戻るぞ。な、何か走ってるな。チャンス。そこだ。お、あいつも打ち返してくるのかよ。結構いい虫くるじゃねえか。今度こそ。いや、一度絶対だな。さすがにドセッパやさらして打ち合いはクレイジーすぎるぜ。変速器真っ赤っかだよ。うん、大出口早々ピンチじゃねえか。まいったな小屋。とりあえず修理だ。負けた。ってなんか言う。おっふ、危ねえ。変速器で吸った。うっそ、外した。落ち着け。しっかり敵が出てきたところを狙うんだ。うし、さっき寄ってきた奴は味方が仕留めてくれたな。まったく、満身創痍じゃないか。はよ修理せな。うし、修理完了。味方の報告によらそこの岩陰に敵が隠れてるらしい。さっきからやられてばっかりだからな。ここらで倒せる敵を倒しに行かなきゃ。いやしかしお前、さっき中央から撃たれたばかりだろ。こんなところ通って大丈夫なのか。その撃ってきた奴もどっか行っちまったみたいだ。こういう大胆な行動が勝利を手繰り寄せるものなのさ。おっと、どうした急に。敵の殺気を感じる。逃げた方がいい。そこから狙われてる。うお、危ねえ。なんとか耐えた。置いてねえ。逃げるにしたってもう少しやり方があるだろ。思いっきり敵の目の前に飛び出してるじゃねえか。おかしいな。俺のゴーストはこっちに逃げろって言ってたんだけどな。まあいい。そろそろ反撃と行こうや。そら、さっき撃ってきた奴が移動してる。ここが正念場だぞ。今度は外さん、絶対に当てる。狙って狙って。そこだ。命中。お上手ですね。ぶっ殺されてんのか。ああ、もうめちゃくちゃだよ。あく、何だってんだこの試合は。全然思ったようにことが運びやすねえ。まあいい。とりあえず移動だ。こんなところで打ち合ってても仕方ないしな。さて、意外と敵がこっち側にいなかったからここまで来れたぞ。おっと、早速敵発見だ。今度こそ。そこだ。当たりはしたんだがな。変なところに当たって座れたか。気難しい手法だよ、まったく。そこだ。うむ、びっくりするほど当たらん。さすがに裏に隠れた敵をこの距離で狙うのはきついか。うわ、危ねえ。敵もこっちに気がついてる。一旦下がれ。つい、最初の一発で仕留められてればな。完全に腕の問題ではあるか。決定力のなさが問題だな。さて、味方も A に詰めてる。動きがあるならそろそろだと思うが。む、今何か動きかけた。あれは参考、これはもらった。死んでる。だがまだまだ、さっきの A13 が出てきてる。今度こそ。うし、新人停止。ようやくチャンスが眠ってきた。なんで座れるんだ。よい、今度こそ。うし、いい当たり。もう一発。ぶっ飛べー。ちょうだ、ようやく A13 撃破。めっちゃ時間かかった。むこれは低ランク戦場が久しぶりすぎて全く体がついてきてないやつだな。高ランク戦場の快適に動く車体やらした一気の飛行に慣れすぎてしまったんや。お、またもやエンジン命中。ようやく当たるようになってきたぞ。それじゃあ今度は前方軸を狙って。む、ひょっとしたすぎるか。上に修正して。うち、当たってるな。もう一発。む、今度は上にすっぽ抜けた。よし、命中、A13 撃破。なんて暴れ馬みたいな飛行なんだ。あっちゃこっちゃ飛んでいくな。まあでも低ランクの飛行なんて割とこんなもんだからな。上のランクと同じ感覚で狙撃なんてできるわけがないぜ。それな、上のランクに慣れすぎた俺にとっちゃ、今や逆に最高ランク並みの難易度を感じるんだぜ。む、そんなことよりも敵が中央突っ切ろうとしてるぞ。チャンスだ。まずはエンジンを狙って。む、ちょっと遅いか。だが今度こそ。今度こそ。遅いのっつ。だあ、ちっちょう、全然慣れねえ。もうダメ。俺この飛行と仲良くできる気がしない。諦めんなよ。ほら、まだ敵が来るぞ。今度こそ。機銃の先端に命中。さすがに器用すぎとちゃいますか。そこを狙ってるわけではないんだけどな。まあいい。ドテッパラ向けて止まってくれた。これはチャンス。む、なんかちっこいのが突っ込んできた。先に貴様じゃえ。うむ、まだまだ、今度こそ。シャオラー、シェトラー含撃破。
そんでもってお待たせ4号機、次は次の番だ。変速機命中、ロッカーをにずらして。うち、命中、4号撃破。ふう、当たるときは当たるんよな。さて、味方も無事に拠点取れたみたいだし、ようやくひと段落だな。あとは拠点を取りに来る敵を一人ずつ叩いていくだけだ。この感覚、何者だ、我の背後に立とうとするなど承知千倍。未だ姿もエンジン音も聞こえぬガキ様のその殺気があだとなったな。いざ尋常に。おお、やっぱりいたか。あれはドイツの1号対戦車自走砲、ここだな。狙って狙って。うち、弾薬庫命中、1号対戦車自走砲撃破。逃げた、拠点が踏まれてる。こちらの包囲網をかいくぐって拠点に入るとは、一体何者だ。ん、それだ、姿が見えん。あ、もしかしてあの岩陰のやつか。またしてもこの飛行車若干狙いにくい場所に。ここだ。命中、しかし貫通せず、今度は前方室正面を狙って。うお、マジか、これも弾かれるのかも。あ、そういえばあいつの正面50ミリだからこの距離だとこいつの飛行で抜けないかも。え、マジか、あいつそんなに硬いのか。見た目からはイメージできないけど実はね。まあ、君は他の味方もいるし、多分なんとかなるでしょ。それよりこっちはせっかくこの位置に戻りたいだから他の敵が上に入らないようにしっかり抵抗だな。またしてもこの感覚、今度はかすかにエンジン音も聞こえる。多分してるな。うお、こいつは1号対空自走砲じゃねえか。やべえのだったぞ。くそ、これは岩に座れるのかよ。よし、奴は打ち切った。今だ後期。全然打ち切ってねえじゃねえか。あっぶねえ、抜かれなくてよかった。少し下がれ、奴を引っ込むぞ。狙って狙って、そこだ。よし、1号対空自走砲撃破。あぶねえあぶねえ、危うく穴突きにされるところだったぜ。まあ何にせよ上位は勝った。味方も上に張り付いてるし、これを維持できれば勝てるな。ふむ、静かなもんだ。いよいよ敵の戦力も降ったかね。おっと、とか言ってたらお出ましだ。あら3号 B 型だな。狙って狙って、そこだ。本当に命中、だが当たり、もう一度。うち、今度はいい当たり、本当内電脈だ。そうだ、3号 B 型撃破、なんと抜かれた。多分少し上を狙いすぎなんだな、さっきから。気持ちしためで大丈夫なのか、この経験は次に活かせそうだ。まあ、残念ながらその後、ヘッドスレで終わったんから生かす機会はないんだけどね。てなわけで8キル4足1ですで。勝ちましたー。結構キル取れたからいい試合だったと思ったんですがね。こうして改めて見直してみると途中途中の立ち回りがひどいなって、撃破されなかったのが奇跡みたいなシーンも結構多かったですからね。久しぶりの低ランクだからって調子こきすぎたな。まあでもさ、平均性能なトルビらしい落ち着いた試合にはなったのかなって。迷彩がイケてるハンガリー戦車、ぜひ皆さんも一度乗ってみてください。それでは本日の動画はここまで。また次回お会いしましょう。ダバ。